はい、別離、宇宙戦艦ヤマトですね。はい、3かな、3だと思います。はい、恐怖の弾き語りで閲覧注意ですね。はい、もう不安の方は絶対聞かないでくださいということでですね、怒られちゃうんで。あ、ただ17、セブンティーンマロンさんが歌ってくださったのもね、私のチャンネルに入ってますので、それは聞いていただけたらですね、ありがたいですね。あと、まあ、セブンティーンマロンさん のチャンネルにあるので、はい、そちらを聞いていただけたら。あとね、イデオンとかもすごくいいですね。17マロンさんというか、MARON ですね。MARON17 の、はい。はい、そういうことでございましてですね。はい、別離でございます。はい、イントロも歌いたいと思います。恐怖の弾き語りですね。はい、ピヨピヨ譜面です。これはピヨピヨ譜面ね。前回のですね、ちょっと、シンコスモタイガーちょっとね、やめときます。はい、すいません。弾き語りだけ、弾き語りだけです。はい、はい、はい。ただまあね、説明欄でね、いろいろやっておりますので、ね、ちらっと見ていただけたらありがたい限りでございます。はい。ルル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 、これは簡単ですね。ルル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 ルということでね、ピヨピヨ譜面はこうなります。簡単です。はい。で、あとは楽譜は売ってると思いますので、これね、いろいろ売ってると思いますので、そちらをご購入してくださいませ。あ、コスモピアニスト先生はなさってるかちょっとわかんないんですけども、はい、コスモピアニスト先生もね、楽譜いっぱい販売されていらっしゃるので、はい、ご興味のある方はね、でもコスモピアニスト先生のね、楽譜ね、難しいんですよね。うん、ピアノやったことない方は難しいかもしれないんですよね。だからちょっと優しいやつを作ってくださいってですね、言えば優しいバージョン作ってくださると思いますよ。はい、うん、はい、そういうことですね。私もちょっとそういうのをですね、やりたくてこの説明のところで吹き込んであるので、まあご興味のあるかちょっと聞いていただけて、あと、もうそういうのだけじゃなくて、音楽だけじゃなくてですね、このピーちゃんがですね、このピアノ弾いてるのとかですね、ちょっとこうそういうのね、誰か作ってくれないかなってね、うん、愛のあるものですね。そしたら私一生懸命ね、販売したいなと思うんですけどね。うん、なんかね、このポッポちゃんでもいいですしね、ポッポちゃんね、ウサギさんでもいいんですよね。あ、でもこれこのウサギさんはウサギさんだからこうあれですけどね、うん、まあね、オリジナルのウサギさんでね、オリジナル、うん、オリジナルでですね、はい。ということでですね、はい、そんな感じでいろいろ、この説明のところにいっぱい入ってますので、はい、どうもすいません、はい、よろしくお願いします。はい、ルルルルルル、すごい音痴です。ルル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 ル、この押さえ方を覚えたらですね、ピヨピヨ譜面を覚えたらですね、あ、今ね、ピヨピヨ譜面ですね、もう結構世界的に有名になってましてですね、電車に乗ってですね、ちょっと大きい声で、大きい声で言わないとダメなんですよ。ピヨピヨって言うとですね、みんな譜面って言ってくれるので、はい、ちょっとそれをね、試してみてほしいんですね。ピヨピヨって言ったらね、譜面って言ってくれるので、もう日本国民のほとんどの方がね、知ってますのでね、はい、はい、そういうことでよろしくお願いします。はい、ルル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 、泣きそうですね。ルル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 、この押さえ方を覚えたらちょっと手が勝手に。
とですね、こうね、ちょっと宇宙戦艦ヤマトコンサートやりたいなってね、こうずっと思ってんですけどね、うん、なんかね、あのちっちゃいのでいいのですね、ちっちゃいのでね、あのホールとかじゃなくていいんですよ。もうすごいすごい狭い場所でも何でもいいんですよね。ちょっとそういうのねできたらいいなと思うんですけどね、ちょっと一人だとね厳しいのでね、ちょっとこのやっぱね歌歌ってくださったりメロディーをやってくださる方がねいらっしゃるといいなとかね、こうすごい考えるんです。妄想はね、あの妄想するのは自由なのもんですから、はいはい、どうもすいません。ルル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 ルですね、別に難しいところは一箇所もないので、はい、この押さえ方をですね、覚えていただきますとすぐ弾けますので、あとね宇宙戦艦ヤマトのいっぱいアンドロメダがですね200回をね超えていただいたので、ね、やっぱりアンドロメダねやっぱりね、アンドロメダはやっぱり人気があってですね、プラモデルの先生がねもうたくさんいらっしゃいますけどね、アンドロメダをお作りになられてね、すごい方もすごいすごすぎる方がね結構いらっしゃるんですよね、本当にね、うん、本当にね、なんかすごいですね、ここに来てね、宇宙戦艦ヤマトブームってですね、ガンダムですね、ガンダムのねガンダムのプラモデルとですね、うん、すごいなと思ってですね、まあ他にもいっぱいあると思うんですけど、他にもいっぱいあると思うんですけどね、うん、うん、ね、なんかあればね教えていただけたらなと思います、はい、はい、ということで、はい、まだまあ長くなっちゃってもあれで、別離をですね、ぜひ弾いてみてくださいませ、はい、はい、こう簡単です、ピヨピヨ譜面これですね、これだけですね、はい、もうすぐ、もう今すぐできますんでこれだけ、ね、あとはこの曲歌えたらいいですけどね、なかなかね。歌はねちょっとねもう歌は大変かもしれないですね、これね、やっぱ堀江光子さんね素晴らしすぎるからですね、うん、はい、どうもすいません、ありがとうございました、はい。